紋別港は北海道紋別市にある港湾。港湾管理者は紋別市、港湾法上の重要港湾に指定されている。紋別港はオホーツク海沿岸のほぼ中央部に位置し、北部には自然岩礁の弁剣岬、港後地には北西からの風を防ぐ紋別山などの山々が連なっており、古くから漁業基地として利用していた。戦後の港湾整備により、 現在では、門別市や縁軽町を中心とする、縁門地区や上川北部の物流拠点校、沖合漁業や沿岸漁業の基地としての役割がある。また、浸水防波堤に、氷海展望塔があるほか、人工海水浴場などを整備しており、市民の憩い場や流氷を観光する拠点、門別流氷祭りや遊びたがりアフェスティバル、門別海山祭りなどの各種イベント会場に、 なっている。外郭施設、経流施設、に裁き保管施設、門別市中心部と門別港周辺の空中写真撮影の8枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに作成。門別港は江戸時代の状況年間に、正木藩が現在の門別の魚場を創や場所の一部として解説したことが始まりとされているが、 記録に残っているのは1801年に磯谷則義が表した映像道中記である。1846年に松浦武四郎が門別を訪れた際には、東向きの浜に三崎川湾を作っており、波浪が静かで船の停泊に適していると記録している。1871年に松本十郎が訪れた後には、門別港築港の論子を発表しているが、 当時は沖に向かって12から13丁にわたって暗礁があり、不安内な,な船は座礁する恐れがあった。1876年には、門別に郵便局が設けられたことに伴って、定期郵便船の寄港地になり、小樽港や函館港、根室港などと航路で結ばれた。ところが、暗礁のため和船は岸から200から300メートル。 基船は1300から1400メートル離れた沖合に停泊する必要があったため大型船の入港が困難であることに加え、当機は流氷のために航海することができなかった。門別周辺のホーツク海沿岸部には緊急時の避難港がなかったこともあり、1906年には門別沈行の運動が起こった。1922年9月29日には暴風雨によって オホーツク会で失業中であった漁船350隻のうち100隻以上が転覆し、漁師260名が死亡するという大惨事になった。翌年から南北の防波堤などの港湾建設に着手して1930年度に完成し、1931年には北防波堤灯台を設置した。港湾整備によって船舶が大幅に増加し、終戦まで、 北九州や北千島と本州を結ぶ物資の中継港としての役割を担っていた。戦後は漁業規模拡大や商工としての機能拡大を図るために港湾の改修と拡大に着手し、地方港湾として整備推進していった。1955年の北洋漁業再開後は中継基地として門別港にカムチャツカ独港船が寄港するようになり、 船入り艦や防波堤の増設工事などに着手した。1975年までには、現在の第一不頭を含む港町地区の整備をほぼ終えて、水深7.5メートルの岩壁が完成し、重要港湾に昇格した。翌年からは新港町地区の整備に着手している。さらに、門別市は流氷の開発や利用を掲げて、流氷都市拠点地域を標榜しており、 港南地区において各種施設や空間の整備を行った港オアシスも埋別に関するカテゴリーありがとうございます。